春日山城本丸跡美写門道三福より望む、直江津越えず春日山城は、越後国区引郡中屋敷春日山にあった、中世の山城。主に、長尾市の居城で、戦国武将、上杉謙信の城として知られる。春日山城跡は、国の史跡に指定されている。日本語大山城の一つとされることもある。この城は、南北朝時代に、 越後国守護である上杉氏が、越後府中の館の爪城として築城したのが、始まりとされる。1507年、守護代であった、長尾ため影が、上杉貞ギ・を擁立して守護、上杉スギ・フを追放した。新守護として貞ダが府中に入ると、長尾氏が、春日山城主となった。上越市中部にある、春日山山頂に築かれ、天然の要害を持つ、 南高不落の城とされ、ため影、晴れ景、上杉謙信、上杉影勝の四代の巨城となった。しかし、上杉影勝が合図へ移った後に、越後を支配した堀氏は、政治を取り仕切るに不便として、1607年に、直越高港近くに、福島城を築城して移り、春日山城はその役目を終えた。別名を八賀、峰城とも言う。春日山の名称は、 奈良のカスガ大社から文霊勘定したカスガ神社に由来する。カスガ神社の創建年代は、958年説、死後上杉氏の築城の際とする説、文明年間という説などがありはっきりしない。また、近くにある臨戦寺の宗門は、カスガ山城の絡めて門を移築したものであると言われているが、確証はない。しかし、最低でも、慶長までは遡るものであるとも言われ、 春日山城で最も古い建築物であると思われる。多くの絵図には、石垣や天守閣などが描かれているが、ほとんど空想であり、石垣も瓦も発掘されていない。それらを踏まえ、厳密な時代交渉に基づいた初の復元模型が、完成、2009年1月から12月まで、開催の越後上越展示人広市で展示された。 地域支配と信仰に対抗するための拠点として、要外の地に市場、鳥出、館が配置されていた。山中には、春ス山城と市場、鳥出を結ぶ、軍事用道路があった。角川日本地名大辞典15新潟県、萩原幸子7つの魅力でとことん楽しむ、日本百名城巡りの旅、学研プラス、 ISBN 9長7840億5916万1288八が峰城八が峰城とも現在は上越市埋蔵文化財センターで所蔵上越郷土、研究会1981三百五十一から三百五十八上杉家文書の上杉家軍役長など上越市内公共交通総合時刻表上越市 2020年4月2日閲覧。プロダクションノート戦国自衛隊角川春樹事務所1979年12月15日26から27ページ。ありがとうございます。